なりたい自分になれる場所、アイカツプラネット始まります。これまでのアイカツ、私乙葉真央高校1年生、アイカツプラネットでトップアイドルの花をやってます。アイカツを極めるため世界留学してた日向めいさちゃんが帰ってきた。理由はびっくり、私の花が刺激になったから。しかも新しいアバターでもう一度ゼロからアイカツを始めるんだって。めいさちゃんの最高のライバルあゆみちゃんも熱くなって、アイカツ界一過酷なプラネットマラソンですっごいステージを披露したんだ。ではここで問題です。今日は何曜日？日曜日。なのになんで制服？体育館でアイカツのトレーニングしようと思って。しおりたちと違って私オフだし。そっか。でどうして朝ごはん食べながら部屋の中ぐるぐるしてるの？なんだかじっとしてらんなくって。だってあのめいさちゃんがまたアイカツプラネットデビューするんだよ。世界中がびっくりするよね。私もとってもドキドキしてる。よし、アイカツ、アイカツ、アイカ。めいさちゃん、どうしたんですか？うん、あの雲ピュアフルフェニックスっぽいなって思って。ほら、あのちょろんとしたとこが羽で尻尾。違うか。そのなんていうか、手伝ってほしいことがあるの、真央。はい。ですね、サプライズ仲直りパーティー、泉さんと。私は手紙だけ残して事務所飛び出しちゃったし、泉さんの方も私が出てったことに責任感じてるみたいだし。そっか。泉さん喜んでくれるかな。絶対喜ぶと思いますよ。本当に？ごめん。大丈夫です。今日泉さんって夕方まで留守なんでしょ？はい、しおりたちの取材の付き添いで。だから事務所に戻るまでに準備してびっくりさせようってわけですね。わかりました、思いっきりお手伝いします。ありがとう。留学中に見つけたお気に入りの雑貨とかお土産とかを華やかに飾りつけて、世界中の珍しい料理を用意して、最後に私の新しいアバターを泉さんにお披露目。アバターできたんですね。うん、まだ。え？大体は出来上がってるんだけど、よしこれで行こうって踏ん切りつかなくて。それでもね、花に負けないくらい素敵なアバター作って、それを最初に泉さんに披露するのが私たちの仲直りの一番のきっかけになるんじゃないかななんて。きっと伝わります。急がないと泉さんが戻るまで準備間に合わなくなるかも。やっば、
念のためしおりたちに連絡しときます。事前にインタビュー内容を確認させてもらえますか。はい、こちらをご覧ください。以上、よろしく。了解。取材が終了次第至急報告入れます。オーバー。それ最初に留学した山のふもとの小さな村で出会ったの。結婚の儀式で使ういにしえのサンダル。へえ。それを空に掲げながら花婿が花嫁に愛のダンスを捧げるの。そのダンスに私アイカツのインスピレーションすっごく感じて。ねえ、どんなダンスだと思う？え？いいじゃん、すっごいイニシエな感じ。そうですか。素敵なお話は嬉しいんですけど、できれば飾り付けも同時進行で。泉さんが戻る時間迫ってますから。ああ、そうだ。それ、南米で見つけた神秘の縄跳び。古代文明でも挨拶してたかもしれないって証拠なんだって。ロマンだよね。まあこの持つところがマイクっぽいと言えなくね。歌ってみてよ。じゃなくて手を動かしてください。そろそろ料理の準備。こっちは私がやりますから、メイサちゃんは飾り付けお願いしますね。材料はマニオケ、クマラ、パンの実。それって南の島国に立ち寄った時に教わった料理。美味しく作る秘訣は歌って踊りながら調理すること。だから、そうだ、メイサちゃんアバターできました。ああ、もう他は全部私がやりますから。あ、大変、取材が順調すぎて予定より早く終わりそう。何でもいいから長引かせて泉さん引き止めておいて。分かった、何とかしてみる。がむしゃらにトレーニングしてます。後悔だけはしたくないんです。ありがとうございます。これでインタビューは以上になります。ありがとうございます。え、引き伸ばして、で、できることでしたら私たちのことをもっともっともっと深く深く知ってほしいじゃない。じゃない。私は跳び箱が1段しか跳べなかったこと。私はこれまでのテストの最低点を。私はお化け屋敷で怖くて動けなくなってお化けに励ましていただいた過去までカミングアウト。これ以上私たちのことを赤裸々にできない。メイサちゃん大変、もうすぐ。髪の色、やっぱりもう少し明るめの方が。長さは気持ち短く。すごい集中力で、感心してる場合じゃない。こうなったら私が実力講師で泉さんを止めるしかない。駅こっちだ。気づいてくれない。さっきまで一緒だったんだけど、急ぎの仕事を思い出したって。途中で電車降りてタクシーで。このままじゃメイサちゃんが計画したサプライズ仲間割りパーティーが大失敗。急いで泉さんを止めないと。泉さんがそう言ってくれてるんだし、うん、これで行く。天下に名高い日向メイサから信用していただけるとは、なんたる光栄。
もう新しいアバターなかなか決めきれなくて悩んでたら、ちょうど泉さんが戻って相談してたんだ。おかげでついに完成。でもルリン、京子、元気だった？うん、メイサさんもお元気そうで。しおりね、ナイスミーチュー。初めまして。デビューステージ見た、よかった。うわ、まつげなっか。メイサちゃん、泉さんへのサプライズ仲直りパーティーは？そうだった。私もちゃんと向き合いたいって思ってた。ごめんなさいメイサ、あなたの気持ちからずっと目をそらし続けてしまって。仲直りパーティーなんかしなくても、アバターのことを話し合ってた二人の楽しそうな声はあの頃みたいだったけど。いたの？私の部屋まで笑い声届いてた。イズミンから頼まれてた。このドレス、バラのイメージ。私が初めてファンからもらった贈り物ってね、一人の女の子がお小遣い一生懸命貯めてプレゼントしてくれた一輪のバラだったんだ。あの時の大切なバラ、きっと新しいアバターにも持たせてあげたいだろうなって思ってたの。あなたが花から旅立って自分自身としてデビューする時には。ありがとう泉さん。ありがとう、大好きな花を真央に託してくれて。仲直りはうまくいったようですが、サプライズの方は成功しませんでしたね。だったらメイサちゃんのアイカツプラネット再デビューをサプライズにしちゃうとか、ファンのみんなに向けて。うん、それいい。久しぶりだな。お、ようこそフラワーの森へ。え、初めて見るアイドルだね。誰か探してるの？そう、大切な人からもらったドレスを最高に輝かせてくれるドレッシャーを教えてくれる？ラグジュアリーローズがどこにいるのか。それはダメ、あの子は私の大切な親友なの。どこの誰とも知れないあなたに紹介なんてできないかな。ちょっぴり意地悪なとこ相変わらずだね、リクスサンフラワー。は？それは私の力が宿ったスイング。どうして、もしかしてあなた。久しぶり。あなたの頼みを聞かないドレシアなんて森のどこを探したっていないよ。
ずいぶん森の深いところなのね。ラグジュアリーローズはこの中だよ。これまでもあの子の力を借りたいって大勢のアイドルが来たけど、このトゲだらけのツルを見た途端、みんな彼女に愛もしないで逃げ帰っちゃった。素敵なツルね。ごきげんよう、ラグジュアリーローゼと申します。私はローズ。大勢のファンに最高の笑顔を届けたいの。だから力を貸して、ラグジュアリーローゼ。あなたのアイカツへの情熱伝わりました。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとう。聞いた？今日のルリのバトルステージの相手、新しいアイドルだよね。ローズだっけ？ローズ。そんなデビューしたてほやほやのアイドルにルリさんの相手が務まりますかね。ひょっとしたら最高に見応えのあるステージになるかも。この空気久しぶり。思いっきりゾクゾクする。ブライトサファイア。深き瑠璃色であなたを包み込みましょう。情熱の赤でハートを染めてあげる。わラグジュアリーローゼ、咲き誇る愛、バラの力をあなたに。リクズサンフラワー。ステージに大輪の花を咲かせちゃう。
回のバトルステージ勝ったのはローズ。ローズって一体デビューしたばっかりでこんなすごいステージできるなんて。皆さんはじめまして、ローズです。みんなゾクゾクした？お久しぶりです。ただいま、日向メイサです。ローズの正体ってメイサ？だったら納得。最高に見応えのあるステージ、あゆみさんが予想した通りに。予想は外れたわ。はるかに超えてた。一回りも二回りも、うん、何百回りも大きくなって帰ってきたってわけね、あの子。さあ、次はあなたが見せる番、楽しみにしてる、花。私のラグジュアリーローゼ。そりゃあもうギューって感じで、うんうん、キューって感じ。よくわかってるね。みんなも一緒にミラーイン。突然舞い込んだローズちゃんとのバトルステージなんだけど、やっはー、お泊まり楽しみです。あくまで合宿ですからね。それどころじゃない。次回